時間稼ぎ。あのガキたちがこの星を脱出するための時間稼ぎだと。あんま必要はない。これからここででかい口を切るのもそこまでだ。今すぐ黙らせてやるぞ。このしつこいやたまりとこないね。今度はコッパみじんにしてやる。この地球人のように。あの地球人のように。何のことか。いきなり貴様から。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだが。いいぞ孫悟空。それでは戦いは防衛という。ある程度実力が近くなっては面白くない。ああ、オラもそう思う。全開で飛ばさねえとな。オラたちがやられたら全員行く。はっ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 。はが変わっていく。時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。遠くの地でお前を呼ぶ者がいる。強き戦士よ、さあ姿を見せるのだ。
さらばだ。驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でもまずはあなたの実力を見せてください。ああ、さあどこからでもどうぞ。はそろそろ終わりのようですね。ではそろそろ見せてもらいましょうか。あなたの本気を。さすがですね。シェンロンに選ばれただけのことはあります。いきなり襲いかかってすみませんでした。俺の名前はトランクス。いろいろあって今はこの世界で働いています。見ての通り、ここは俺やあなたが知っている世界じゃありません。時々人と呼ばれる時の流れが集まる世界なんです。俺たちはここでタイムパトロール。正しい歴史の流れから外れ、間違った未来を生んでしまう歴史の改変を元に戻す仕事をしています。タイムパトロール隊員はあらゆる時代で戦うことになります。時には伝説の武道家や超パワーの戦士たちとも。どうですか？あなたの力がどこまで通用するか、ここで試してみませんか？なんて、突然言われても困りますよね。ここには、俺の他にも、タイムパトロール隊員がたくさんいます。よければ、一度話を聞いてみてください。返事はそれからでも構いませんから。うむ。
Yeah!